ではこの時間は東京金融取引所クリック365プラザからクリック365マーケット情報をお送りします。岡三オンライン証券の武部さん、お願いします。はい、こんにちは。岡三証券グループ、岡三オンライン証券の武部力也が、東京金融取引所クリック365マーケットプラザから、外為市況の解説をご案内させていただきます。東京地方ですね、非常に寒いんですが、マーケットの方もですね、意外と、暖かくなりそうな気がする一方で、まだちょっとですね、冷え込みが感じるのかなというところで、まだ少し春は遠いのかなというイメージで展開しているところでございます。さて、寒波の影響で非常に寒いというふうにして、もしくは市場参加者も少ないというふうにして言われておりました。ニューヨーク市場でございますが、3連休明けというところで、昨日下方ぶりにマーケット動向、参加者としてエントリーしているところでございます。早速ですね、昨日のニューヨーク市場から振り返って、本日の東京市場の見通しも含めてご案内させていただこうかと思います。はい、まずこちらの方をご覧になっていただければと思いますが、クロス円そしてドル円、やや、円安傾向の方が強まっているというようなイメージでしょうか。ただし大枠としてはあまりドル円相場なども、変化は見られないというところでございます。つい先日ですが、米国の報道、QE の縮小額というのが、幅がもう少し高まるのではないかというような形で、米国の一部報道から、フェドのウォッチャー、こういったところの観測からですね、ドル買いが少し強まったというところです。あくまでもドル事情というところで、テーパリングのテンポのいい進みが期待されるというような形でドル買いが強含んだ、ドルが強含んだというような経緯ございました。そして、先日の米国の雇用統計、これは今月の上旬でございますが、雇用統計の不調もものともせずというところで、 FRB の幹部、もしくはこれも先週ですが、米国の地区連銀報告、こういったところでは景気の拡大や雇用、こういったところが進むのではないかというのは見込まれる内容を踏まえて、先ほど申し上げましたフェドのウォッチャーが米国の金融緩和のテンポに、強気の見解を持ったというところで、ドルが、強含んだという経緯ございます。ただしこの3連休明けというところで、ドル円相場少し反発はしたんですが、大きな動きにはならなかったというところです。米国の10年債利回りなども上昇して、日米の金利格差に着目されたというところでのドル買い、円売りが進んだ経緯ございましたが、残念ながらですね、ニューヨークダウ、こういったところが少し失速したというところで、リスク回避の姿勢が強まってしまったというところです。一時は104円台割れもですね、脅かされるような動きになったところですが、東京市場開けて104円台の前半で位置しているというところです。昨日はですね、内外の証券会社、もしくは本邦の機関投資家、もしくは輸入企業、都市銀行を通じていたなどのドル買い円売りが、マーケットの中では指摘されておりましたが、本日もですね、需給に伴うようなドル買い円売りというのが104円台を維持していくのかなというふうにして見ております。で、先ほど申し上げましたドルの事情というところで見ますと、ユーロドル、こちらの方も現在は 1.35 などおよそ、半ば水準というところになりますでしょうか。中東税、中近東税からですね、少しユーロ売りというような形での指摘がございましたが、全般的にドルが、ドル円相場とほぼほぼ同じですが、ドルに関してはセンチメント強含む一方で、大きくドル買いには結びつかなかったというところです。そういったところでは当面ですが、1.38 水準を少し仰ぎ見るようなムードで、ユーロドルも進捗していくのかなというふうにして見ております。そして個人投資家の皆様方で非常に、期待値、そして興味の高いオーストラリアドル円です。現在92円台の前半、40銭水準まで高くなってきたというところで、非常に期待感が強まっているところでございます。1月の16日ですが、オーストラリアの雇用統計、こういったところが非常に不調だったというところで、失望感が強まりました。追加緩和もしくは利下げ感が強まっていたというところですが、朝方発表されましたオーストラリアの CPI、こちらの方の消費性向が非常に予想を上回るような強さであったというところで、5ドル円、5ドル買い円売りというような形で進捗しております。そうしたところでは過度な警戒は後退し、利下げ観測というのも少し遠のいた感じではありますが、継続して5ドル高に関しては、
非常に遺憾の意を表明していらっしゃいますスティーブンス RBA 総裁などの動向が今後も気になるところ、2月に向けては大きなポイントになってくるかというふうにして見ております。5ドル円の上値焦点ですが、現在の92円の40銭台を超えて93円台まで回帰していくことができるのかどうか、こういったところがですね、5ドル円の足元の大きなポイントになるというふうにして見ております。もちろんですね、継続して特に対米ドルでの0.85 水準が一番望ましいというような見解がございましたので、対円を引き直して91円台半ばぐらいから買い意欲を示される方も多くいらっしゃるようでございますが、こういった RBA の金融政策の動向、こういったところもですね、十分ご注意していただいて5ドル円お取り組みいただければというふうにして思います。さて、それではですね、本日東京市場のマザーマーケットの主役でございますドル円の動向に関してご案内させていただこうかと思います。こちらの方ご覧になっていただけますでしょうか。私のあくまでも個人的な推敲でございますが、当面ドル円相場103円台105円台での横ばい展開が遂行できるのかなというふうにして見ております。そうしたところではですね、やはり105円台をなかなか抜けることができない、そして前日の高値でも104円の92銭水準90銭台というところでこの水準を上抜けることができませんでしたので、少し下抜け、下押しに警戒しなくてはいけないのかなというふうにして見ております。104円の70銭90銭水準が抜けられるような状況、こういったところが厳しいようですと、今度は103円の90銭水準、この下値の水準ですが、こういったところが脅かされる可能性があるというふうにして感じております。さて、本日でございますけれども、日銀の金融政策決定会合がございます。昨年の4月に今これ以上はもう手立てがないぞというほどの力強い異次元緩和が示されたというところで、4月の消費増税というところでの景気腰倒れ懸念もございますが、もうすでにですね、やるべきことは全てやったというような形でおっしゃられている中で、本日改めてですが、追加緩和の予防措置として金融緩和がなされるかというと少し懐疑的で見ております。そういったところではマネタリーベース年間60から70兆円相当というような形でのベース増加の継続性、こういったところが見込まれるというところでございますが、ここで注意したいのは、先ほど申し上げましたように、当面103円105円台で推移していくのではないかというような根拠なんですが、実はですね、先週です、日銀業況レポート、桜レポートなどとも言われますが、主要地区景気回復が示されてはおりましたが、日銀の名古屋支店長から現状程度の安定を望む声が強いというようなご発言がございました。名古屋支店長というからにはですね、やはり東海地区でございますが、ご存知の通りトヨタ、我が国の産業を代表するトヨタ自動車をはじめ輸出企業が非常に比率としては多いと思われる、こういった名古屋地区からの支店長から現状程度の安定を望む声が強いというご発言、こういったところは円安のデメリット論が少しずつ崩壊してきたのかなというところは警戒すべきだとは思います。で、一方でドル円相場ですので、対外通貨国というところでは米国ですが、やはり同じ日16日にルー米国財務長官は、日本は経済前進のために為替レートを当てにできないというようなご発言がございました。1年前でしたけれども、2月のモスクワ G20 では麻生財務省がマフィアスタイルで登場したのが話題になりましたが、当時ブレーナード財務次官からはアベノミクスを支援したいするようなご発言がございました。そういったところとは少しですね、微妙な変化があるのかなというところだと思います。日米の同盟関係盤石性を疑わないところでございますが、ここで大きなポイントというのは、やはり政治で突き動かされたドル円相場は政治で揺り戻される可能性があるというところですね。こういったところを十分留意しておく必要性はあろうかと思います。で、本日でございますが、午後に黒田日銀総裁の記者会見がございます。そして世界経済フォーラム、ダボス会議というところでは安倍首相が基調演説をなさります。継続してデフレ脱却アベノミクス、そして2年で 2% のインフレ率を目指すというような動き、こういったところでは堅持されるものとは思いますが、
やはりですね、都知事選も含めてなんでしょうか、政治的な言葉のあやだとか、海外勢が円売りに躊躇するような、感激をつくような動きになりますと、少しですね、下押し、調整巻き戻しの可能性が出てくる場面もあるかもしれません。貿易収支、ただしですね、貿易収支の悪化でも示されておりますが、燃料手当などで、買わざるを得ないドルの需給、こういったもの、もしくは国内の機関投資家などを通じた、リスク取りでの円売り、こういったものがドル円相場を下支えするものというふうにして見ておりますが、かなり上値も下値もガチガチになってきたというところが現状のドル円相場の見解というふうにして私は見ております。さて、本日でございますけれども、フォーカスマーケットポイントとしてはこちらのタイトルでご案内させていただこうかと思います。日本株を知りたければユーロを探れと、先ほど申し上げました、安倍首相もしくは黒田日銀総裁の会見なども注目されるところではございますが、今回はドラギ ECB 中銀総裁の今後の動向に関して大きく注目していく必要性があるのではないかというふうにして見ております。そしてこういったタイトルの中でですね、次の根拠としてこういった資料をぜひご覧になっていただければと思います。はい、こちらの方はですね、同調性、統計学的な同調性を示すものなんですが、よくご覧になっていただければと思います。ドル円と日経225の過去200日ベースでの相関係数よりも、ここ最近はユーロ円と日経225の関係性の方が高まってきたというところですね。そういった意味では、先ほど申し上げましたように、今ドル円というところではかなり政治的な形成感が強まってくるところでありますが、リスクオンリスクオフというような素直な見方をした場合は、やはりユーロ円の方が非常にですね、ベンチマークとして見やすいのかなというふうにして見ております。特にドイツ、ダックス、こういったところでの堅調性というのが日経平均株価にも牽引する、心理的にセンチメントとしてはかなり支援するというふうにして見ておりますが、そういった観点ではシンプルにユーロ円、特に金利動向も合わせてなんですが、ユーロ円との動向は合わせてご覧になっていただく必要性はあろうかと思います。そして今度はこちらの資料ご覧になっていただければと思いますが、もうお気づきかと思います。120分足チャートでは、なんと140円の50銭143円と上下それぞれ上限線見られていますが、こちらの方はヘッド&ショルダーを形成させている、そういったところも見込んでなんでしょうか、東京金融取引所の回避率、横ばい推移になっているというところで、個人投資家の皆様方非常に慎重な動向を伺わせている。翻って日経平均株価も当面はですね、横ばい推移の可能性が高いのではないかなというふうにして見ております。以上、岡三オンライン証券の竹部力也が東京金融取引所からお送りさせていただきました。ありがとうございました。